お前が死んでた。ミランダ型大戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、筋違い角が好きな人か。やってみよう。そういう例もね、出しておきましょう。これいつもこうやって対応してるんですけど、どうですか？取るんか。うん、こっち慣れるけど。これは、一方的にこっち慣れてるからいいんじゃないか。どうなの？よくわからんけど。言っといて。これはこっちいいんじゃないかな。別に風損してるわけじゃないし。よし。これはいけそうだ。多分。多分だ。多分だけど。これ、2分30秒。まあ、一旦。これは放置ですね。取って。まあ、封じだったら寄っとけばいいんで大丈夫ですね。どっから行くかと聞かれたら、どこから行きますか？こうします？歩突きは金引きで大丈夫。これ大丈夫かな？出てくるよね、多分。ああ、これ大丈夫かな？不安になってきた。不安になってきたよ。歩突いとこうか。玉頭を貫くしかないな。歩打って。あ、これ同歩じゃん。あー、ですよね。やらかした。もう一回金引いとこうか。こっちに行こう。ゲームくださいよ。どうしようかな。どうしようかな。取るという手もあるけど。1分30秒。一回振ってみるか。引くんか。引くんか。なるほど。一回落ちようか。桂馬を取っておくでいいですか。桂馬を取っておく。銀出てくる。これはこうしといて。やばいのか。やばいのか、これ。桂馬打ちか。こっちの方が一手早いから、どうすかね。てか、これ詰みじゃない？よっしゃ、勝ちました。勝ちました。飛車打ちまでですね。5、1、飛。おっしゃ。あれ？刺してこない。なんで？おーい。これは、1分半、トークで繋がった。ありがとうございました。四段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、一手損角代わり。四段の人最近よう当たるわ。行きましょう。ゴリゴリ金で。あ、それは良くないんじゃないんか。それは良くないんじゃないの。こうやるか。こうやるか。それはさ、良くないんじゃないんですかね。一回歩ついておこう。これちょっとこっち得してないか？してないか？してないね。まあ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 いいでしょう。ちょっとゴリゴリ金崩れみたいな感じになったけど。まあ全然。まだまだゴリゴリ金です、これは。誰が何と言おうと。2分30秒。歩突いて金上がる手でどうですか？
で桂馬上がってっていう感じで、うん、で歩ついて、何これ、よくわからんな。なんだこれ銀上がるで危ないかな、危ないかな、怖いけど、怖いけど、ちょっとこの歩を実現させたかった。それでさあ来いよ、桂馬飛びとか、桂馬飛びありそうだな、桂馬飛びか。金直で行くとどうなりますかね、なんかあるんかな、歩打ち、歩打つと、これでどうですか、そうなるんか。角打ってきたらもう飛車で交換しましょうってことなんかな。まあそういうことよね、多分使えてない飛車だからいいよってことですよね。何これ、取るとどうなるの、下から角打つってこと。1分30秒そういうことよね、そういうことなんだけど、飛車打って守ったらどうなるんだろうな。さすがにないか、それは。銀引く？銀引きは角成りか。あ、やばいんか？やばいのか？金上がり、ないな。1分。放置か。放置か、心理か。いや、違うな。銀引き。わかんねえ。わかんねえ、わかんねえ。ちょっともうこれしかなかった。これ多分切ってくるよね。桂馬取ってくるんじゃないですか？桂馬取ってきてもう一回同じ場所に角打とうみたいな感じだと思うんですけど。そうっすね。で同じ場所に書くですよね。でちょっと寄っときます。飛車取られるんだけど、銀引いといてこっち取って、でと金寄りを実現できたら早いんじゃないかなと思ってるんですけど、飛車なった手が早いんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですかこれは知らない。削りに行く、削りに行こう、削りに行くよ。金さえ削れたらどうにかなる。30秒。本当に本当に言ってる？角打ちとか20秒。角打ちとかどう？あ、待って、斜めがないわ、斜めがない、斜めがなかった。金打ちでどうにかなってないか。斜めがないけど、これ取って打って、これも打って、10秒。これでどう？あ、こっちが詰むんか。あー、こっちが詰む、こっちが詰む、詰むだわ。あーあーあああやらかした。まいった、悔しいじゃろ。ちょっと待って、絶対勝ってたわ、絶対勝ってたわ。もう助けに来るぞ。
積んでたらしいわ。ああ。銀なりか。銀なりだったか。銀なりですよね。願いを叶えてやろう。あ、それでいいんか。あ、それでいいよね。そうだよね。あー、参った。これは、ちょっと僕の気力不足ですね。はい、ありがとうございました。